はい、こんにちは、勝俣博物館です。撮影係の直樹ですということで今日はお車係の直樹に撮ってもらって、さらに手伝いってもらうことがあります。まあサムネに絶対あると思うんですけども。何ですか？勝俣博物館改装です。結構大改装。まあ今現在ちょっと見てもらうと分かるんだけど、こんな感じで戦隊のおもちゃとかはこう上にね、並んでたり、まあこっちは顔だったりとか、こっち来て、でちょっと今暗くなっちゃってるけど、まあ、電気つけてないんだけど、こっち仮面ライダーで全部まとまってて、やばいな、相変わらず。そうで、上にでもね、こうスーパー戦隊のものがあったりとか、ここら辺もね、一応スーパー戦隊の棚になってるんだけど、でもね、変身アイテムとかおもちゃをね、やっぱ全部まとめたい、一つに。で、どうせ仮面ライダーまだ増えるからここで今もうジオーでここいっぱいになっちゃったから、そう、だからこっちにね、仮面ライダーをね、つなげたいから、じゃあスーパー戦隊の棚を作ろうということで、今ここの壁側すっきりしてます。でこっち北側なので、こう日が差すことはね、まあ基本的にないです。でまあこれもね、あるので、そんなにね、あのまあ日もね、商品に当たることはないかなっていう思うんで、ここに棚を置いてやっていきたいと思います。でちょっと今ここきれいに片付けます。頑張れお前もえらいじゃん。当たり前だろー、ちゃんと毎回かけてる。へえ。なんかビダ、なんかビビダ押してるけどなんかカラカラ言ってる言ってるまあ昔よくね、小学校の時とか、なんかこうお兄ちゃん家がやってたからね、俺らのビビダンで遊んでた。サバゲー、そう、ここで、ここで狭げやべ、ずっとカラカラしてる。壊れてんじゃね、なんか擦れてない。これもう古いからさいや変なとこ入っちゃったね。もういいわ、よし、持ってこよう。性能だって上まで持ち上げてくんなと思って。運んだぞ。はい、それでは今からね、タイムラプスでこれ直くんと一緒に組み立てたいと思います。やるぞ。もうなんかウルトラマンの怪獣かなやりまーす。はーい、今ちょっと何が起きてるかというと、説明しよう。説明しましょう。これが、この組み立てるためのボルトナットとか、この L 字盤とか必要なものが1個目に入ってなくてで2個目開けたらちゃんと入ってるんですよ。で、この中に入ってたから俺らの見忘れかもしれないからつって今もう1回見てみるんだけど、でもそんなことないよね。だって今1個ずつさ、これさ、俺らこうやったじゃん。ない、ないよね。トツだ、トツ不良品時間返せー。で、これ2個分じゃないっしょ。2個分入ってる、これそんなことしてくる。本当は1個口を俺は2個頼んだんだけど、これがだって4個しかないもん。そうだね、それおかしい。これ足につけるやつなんだけど4個しかない。そうだね、安定さ出ましまーす得意得意06きめえなまあ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 しょうがないよこれまだ 午後時だぞまあね、時間的にはね、まだ12時今40分だけど、まあちょっとね、おかしいよね、対応としてもまあしょうがないよね。やっちゃうか、1個だけでも。やっちゃう、やっちゃう、いいよ
さ、またいつかやれば。それ年齢まあ、こっちここ持ったらこっちも一緒に出すチームだから、後でハンマーでぶん投げれ手伝わな。はい、ということで終わり、お疲れ様でした。とりあえず1個だけだけどね、もうね、しょうがない。あれはできないね、もう1個は、もう1個は本当にできない。ない。じゃあちょっとそっち壁つけてみよう。せーの。いやで、なんで？ああ。いいか。まあちょっとじゃあ移動して置いてこう。あ、物を。うん。頑張れ。え？え？はい、とりあえずなおくんお疲れ様です。イエーイ、お疲れ。一通り並べてみました。武器とロボット変身アイテムはまだちょっと違う段ボールに入ってるので、まあ隙間がね結構あるので、棚が広く今回取ったので、うん、隙間が結構あるから、そういうところに変身アイテム、まあこう埋めていく感じで、うん、そう刺していけばいいかなと思って、まあちょっとここら辺確かにダサく見えるけど、まあまだ持ってないのも結構あるし、今後買っていく上でね、まあこのぐらいのやっぱ余力はスペースは必要かなと思って、下着に関してはガオレンジャーはもう全部ほとんど持ってるから、もうこれでマックスで、うん、下すごいかっこいい、うん、ここはやっぱ本当にやっぱ全部持ってるだけあってね、ほとんど持ってないものはないから、これは本当に俺もほとんど持ってないものはない、うん、9割ぐらいは持ってるけど1割持ってないから、そういう意味ね。ガオパンダっていうね、パンダ持ってないみんな動物だけど、まあ今回はとりあえず1個だけちょっとね諸事情で1個だけになっちゃいましたけど本来であればもう1個組み立てたかったですけども、これはまた明日組み立てたいと思います。よろしく。それではまた明日。またね。はい、こんにちは、勝間博物館です。はい、こんにちは、奥の中山です。来ましたね、ついに。待ちくたびれた3万年ぐらい待った。3万年ね。マジでパーツだけじゃね、これ、うん、本当に分かってないね。手紙入ってるかな。入ってるわけねえじゃん。はい、じゃあ組み立てます。どこのメーカーだ。じゃあ、はい、やりまーす。はい、完成できたね。完成。カズマダ博物館仙台コーナーの完成です。おもちゃを並べていきたいと思うんで、ナオくん運んでーれーす。はい、ということでできましたが、まだ全然仮の段階です。まだね、スーパー戦隊のあの武器、若干武器も入ってますけど、あと変身アイテムだったりとかが全然並べてないので、まだね、うん、ここから一手間もうちょっとかかりそうです。で、あと今ナオくんが立ってるところにまだスチールバッグ置けそうなので、コインもね、買っておこうかなって思っております。じゃないとね、全然足りなくて、今上にいるやつらもいるので、これまた買ったら全然足りないね。今度はあれ、またボルトをちゃんと入れてって言わないじゃん。
領収書くださいじゃなくてモルトくださいって言ったらモルト忘れないでくださいってちゃんと言わないとまた同じことになっちゃうからね。そうだね、貴重な1日が本当にね。はい、という感じで、まあこんなにあるんだっていうのを実感しつつやりました今回ね。めちゃめちゃある運ぶの疲れたわ。もうまだでも本当に集まってないんだけどね、これでもだって一番こっちから見ると30年前だから。ああ嘘、あでも約30年前、もう27年前だもんこっち。そんな前からあるの。そう、27年前から始まってずわーってきて歴史に順で来てるかな。一応何割ぐらいこれ全体的に。いやまだ、うん、全然多分3割ぐらい。そうだね、3、4割ぐらいじゃない。マジ。うん、その20何年前から数えると今まで数えると3、4割だと思うよ。全然まだ4割じゃない多分。4割ぐらい、4割ぐらいだと思う。まだ6割ぐらいは集まってないね。集めないと義務感で使命感だよ、使命感はい、ということでした。た終わりです